眼科医の平松です。今日は眼科医がなぜ緑内障治療で医療以外のことをとても嫌がるのか、そしてそういう話を避けたがるのかっていうことについてお話しようと思います。今日聞くお話を聞いていただけると、見なくて結構ですから聞くだけで結構なので、聞いていただけると、あなたが、主治医に相談したい時とか、こういうマッサージしたいんです、こういうサプリメント気になるんですっていう時に、中冷たい感じになっちゃったりとか、変な空気感になった時の理由がわかりますし、そうならないように、こんな感じで話したらいいのかっていうのもヒントになると思いますので、かつ新しい、民間療法とかで本当に効果があるものとかを見分けるのにも一つの参考になると思うんで、聞いていただければと思います。じゃあなんで医者はそういうのを嫌がることが多いのか。もちろん全ての医者がってわけじゃなくて、逆に民間治療みたいに言ってる医者もいるんですよ。なんかこうビタミン C 点滴すれば全部治っちゃうとか、マッサージすると全部良くなるとか、温めれば全てが良くなるとか、そんな感じで言う人とか、そういうのいますし、逆に、もうそんな関係ない、絶対そんなのやるんじゃないと、いいから俺の言うことだけ聞いてけ、私の言うことだけ聞いてけみたいな医者もいるわけです。どちらかというと言うことだけ聞いてけ系の医者の方が大半かなっていうふうに思います。じゃあなんでなのか。一番の理由はですね、苦い思いをしたことがあるからです。私も他の動画であることを診療していたために失明寸前になった患者さんの話って動画があるんで、ちょっとそれを見ていただけるとわかるんですけど、かいつまんでお話しすると、ある女性の患者さんが、マッサージとかで緑内障良くなると信じてて、本当は手術だったタイミングを逃してしまったと。下手すればその人は失明してもおかしくなかったみたいな話なんですけど、こんな話ザラなんですよね。例えば、足から電気をかけてこれで良くなるから絶対やった方がいいと言われて、本当のやるべき治療を逃してしまったりとか、そんな結構よくあることなんですよ。特にそういうのが起きるタイミングは、医者との関連がちょっとギクシャクした時とか、はたまた手術を進めた時ですね、もうそろそろいい加減手術した方がいいよって時に、そういうのにちょっとどうしても信用したくなってやってしまうと。で、これが厄介なのは、仮にそれとは関係なく良くなった時もマッサージのせいとかにされることがあるんですよ。例えばね、私の患者さんであったのは、緑内障があってね、視野もかけてきて結構見づらくなってきた、辛いですみたいなのあって、一生懸命治療しましょうねって言って治療してました。で、緑内障は少しずつね、進行は止まってきていて、良かったなと。で、視力はね、だいたい 0.4 ぐらいに下がってきて、そろそろ白内障手術しましょうかって言って手術したんですよ。で、視力は、実際その方は、視野の欠けもあったんでね、視力が 0.8 ぐらいになりましたと。で、視力 0.4 上がりましたと。あ、よかったねっていう話をしてたんですよ。でも、その人はですね、実は白内障で良くなったと思ってないんですね。なぜか。足から電気をかける業者っていうのがいましてですね。スーパーでよくやってんですよ。洋華堂とか、そういうところでやったりしてる。特に地方で多いんですけれどもね。足から電気かけると目が良くなるよ、みたいに言われてたと。でもって、ちょうど私が手術しようってタイミングで、その人から勧められて、その電気治療の回数を増やしたと。そしたら、視力は 0.8 に上がったと。確かに、あなたは手術したかもしれないけど、あまりそれよりは、やっぱし足の電気が効いたんだみたいな感じになって、多分ね、向こうの人ね、話うまいんですよね。だから我々医者って、話があんまり上手でない人が多いので、となるとやっぱりそういうのを販売してる、それこそね、その機械って180万かなぐらいの値段だって言ってましたから、そうやって患者さんに売ると180万儲かるわけなんで、もう必死に説明するわけですよ。でもって効果が出たら、もうあなたはこの足からの電気のおかげで良くなりましたと。で、患者さんもそれ信じちゃったんですよ。で、お友達におすすめしようかしらみたいな。いやー、ちょっとそれもどうなのかなって思うじゃないですか。っていうふうに、視力良くなった手柄は全部自分で持ってって、で、悪くなった時どういうか。ある患者さんは、これは足から電気じゃないんですけれどもね、超音波みたいなのがかける機械みたいなのがあるんですよ。で、それで良くなりますみたいに言われて買った。それは何十万かかなの機械だったと思うんですけど、で、それでもどんどん悪くなっていって、視野も悪くなっていったと。手術しましょうって言ったけど、やっぱ手術されたいって言ってそういうのをやってて、それでもどんどん視野が悪くなっていった。つったら、その業者言うんですよ。いや、その先生変えた方が良いんじゃないって。その先生が治療が悪いんだよ。いやいや、じゃなくて、本当は手術しましょうってこっちが言ってるんだけど、あなたのその機械をすれば、緑内障は悪化しないと患者さんは思ってるから、手術のタイミング逃して悪くなったのに、こっちのせいにしてくんですよ。で、そういう人多いんですね。本当に多い。で、結果として、悪くなったら医者のせい、良くなったら自分のせいってなって、で、そういうのを売り込んだりとか、でもって、その友達紹介してもらって、さらに売ったりとかっていう
のが多いんですよ。で、それはね、そういう人が変に儲けてるのもちょっと腹立ちますよ。で、なんか変なね、騙して、人を騙してお金取りやがってっていうのも腹立つけど、それ以上に、それで本当に失明寸前になる人を、我々は、もう間近で見てるんですよ。そして、その人が、そのことで後悔して、あの時こうしてればとか、そういうふうに思う姿を、もう絶対医者だったら一人以上見たことあるんですよ。ある。だから、みんな、そういうのは絶対やめようって言うんです。じゃあ、ではやめられるかっていうと、私の父親も私の母親も緑内障です。で、となると私も緑内障可能性極めて高い。やめれば大丈夫ですけどね。ってなると、その信じたくなる気持ちもわかりますよ。トロベクレクトミーとかになるとか。まあ、例えばね、緑内障だとね、ピンとこないんだったら、例えば癌になって死んじゃいますよっていう時に、まあ、気候だったら治るかもとか、なんかこのサプリメント飲んだら、キノコ飲んだら良くなるかもって言われれば、なんか信じたくなる気持ちってやっぱわかるんですよ。で、その時に医者が冷たくしちゃうっていうのも一つの問題なんですよね。なんでそんなの信じるのと。いいから俺の言うこと聞いてりゃいいんだよって感じになっちゃうんですよ。なぜかというと、一言っていうところもあるから。もちろんね、一言っていう部類だけじゃなくて、理論的に正しいことだけを言いたいという、とてもそういう、なんていうかな、真っ当な気持ちが一番ですよ。なんですけれども、やっぱりね、その、あんまりこう、感情移入しすぎちゃいけないって医学的な教育もあって、そうだよね。じゃあそういうのも考えてみようかって、ちょっとなりづらいんですよ。一方私って一言じゃない。自分も関係するし、まあ自分の父親母親も関係するから、そういう怪しいのが出たとしても、まず僕は怪しいとは思わなくて、まあ思うよ。思うけれども、それ理論的におかしくないって思うのは思うけれども、まあでも、聞かなきゃ聞かないで、まあいいからやってみようとか、何十万とかそういうのはやんないです。何十万取ってるのは大抵詐欺だと、いうふうに僕は思ってるので、何十万とかじゃなくて、まあ数千円とか、あとは、お金かからないけどやれるマッサージとか、そういうのが世の中であるじゃないですか。だったら試してみようっていうふうにやって、で、実際効果があるのかどうかっていうのを見ます。じゃあ何十万が効くかどうか試してほしいって、医者がそういうのをチェックするのが務めじゃないかって言うかもしれないけど、いや、そんな、ね、私もね、いわゆるこう勤め人で、サラリーマンなんですよ。そんなにお金あるわけではないので、厳しい。だからもし、あなたが本当にこの機会が効果があると思っていて、で、それで、眼圧が下がるかとか試してほしいって言って、なんか危なくなさそうな機会であれば、私が試してみることは可能は可能ですね。なんかすげえ危なそうなのはやんないです。やんないですけれども、可能です。うん。っていう風にして、なんていうかな。ある新しいもののいいか悪いかを判断しなきゃいけないのが医者側に委ねられていて、ほとんどの医者がそれをやりたがらない。だから僕がやります。僕がやりますんで、なんか怪しいのとか、すがりたいなとか、これだったらもしかしたら効くかもなっていうのがあったら、ぜひぜひいろいろ書いてください。すぐにはできないです。私も体一つですし、なんかこう、怖いなっていうのはさすがにやりたくないんですよ。なんか、全身に電気がビリビリかかるんだけど、なんか良くなるとかって言われても、それ死んじゃったらどうしようって思うからさすがに嫌ですよね。そうじゃない、なんか、これだったらいけるかなっていうのはやりますんで、言ってくだされば、私の場合はそういうことも厭わずやっていきますんで、まあ、そういう意味でこのチャンネルに意味があるかと思ってるんで、まあ、ぜひぜひコメント欄に書いていただければと思いますし、今までもそのチャレンジしてます。これをしたら良くなるって言ってマッサージして、実際眼圧上がったマッサージもあります。これをしたら良くなるっていうマッサージがあってとか、ツボ押しがあってやってみたら眼圧はあんま変わんなかったっていう、まあ、そういう動画もありますんで、まあ、ぜひぜひ見ていただければと思いますし、その中で本当に効くのが見つかるかもしれない。見つかったら見つかったでみんなにまたシェアしていきますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。